マリサ、セブンのおでんが中止ってマジ？おでんだけじゃないぜ。中華まんなどでも消費期限切れが指摘され、一部の店舗で販売中止になるみたいなんだ。賞味期限切れ。きっかけとなったのは、人気 YouTuber、コレコレさんの生放送なんだよな。さらに、昨年はゴキブリ混入おにぎりでも炎上したばかりだ。きえー、やめてちょうだい。じゃあ今回は、セブンイレブンが、賞味期限おでんや中華まんの販売で、衛生関連がやばいことが暴露された件や、赤字続きの件について見ていこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは、セブンイレブンの歴史について、簡単に紹介していくぜ。セブンイレブンは、1927年に創業された、アメリカ、テキサス州の小売販売店の、サウスアイランド社がルーツになっている。もともとはアメリカの会社だったの。当時は、電気冷蔵庫がまだ普及してなかったから、冷蔵庫用氷は生活に欠かせなかったんだ。サウスアイランド社では、お客様のサービス向上のため、夏の時期には毎日16時間営業を行い、お客さんから喜ばれていたぜ。氷屋さんだったサウスアイランド社が、どうしてコンビニになったのかしら？サウスアイランド社はお客さんから、牛乳や卵、パンなどがあれば便利という声があり、氷とともに、食料品の取り扱いも開始。それがとても好評で、便利なお店、いわゆるコンビニエンスストアが誕生。当時は店舗の庭にあったトーテムポールから、トーテムストアと呼ばれていたぜ。セブンイレブンという名前は、いつ頃から付けられたの？サウスアイランド社は、1946年から、朝7時から夜11時までの営業時間にちなんで、店名をセブンイレブンにしたんだ。1971年には多くの店が24時間営業になったものの、店名は変わらず親しまれている。それでセブンイレブンなんだ。日本にはいつ頃出店し始めたの？1973年11月、イトーヨーカドーが、新規事業であるコンビニ事業を行うために、株式会社ヨークセブンを設立し、コンビニエンスストアの仕組みを学ぶために、サウスアイランド社と提携したんだ。だが、コンビニ事業への着手には、国内の小売店や、イトーヨーカドー内からも、根強い反対があったようだ。どうして反対されたの？国内流通事情を見ると、大型チェーンストアが成長途上なのに、コンビニ事業の導入は早すぎるというのが、当時の一般論だった。時代を先取りしすぎて、受け入れられなかったのね。こうした中で、コンビニ事業の開始にあたり、本格的なフランチャイズシステムを採用し、1974年5月15日、東京都江東区に1号店となる、セブンイレブン豊洲店が誕生したぜ。今や日本中にある、大手コンビニの一つよね。ちなみに、セブンイレブンの看板を見ると、あることに気づかないか？え？あることって？店名がそのまま書いてあるだけじゃない。英語の部分をよく見てみてくれ。どれどれ？あ、イレブンの最後が小文字の N になってる。そう、セブンイレブンのロゴは、イレブンの最後が小文字になっているんだ。どうして、間違えちゃったの？実は、ロゴをデザインした、アメリカのセブンイレブンの担当者は、すでにいないため、真相はわかっていないんだ。結局わからないの。巷では、大文字の N だと商標登録できないから、最後の N を小文字にしたという説や、見た目が N より小文字の方がバランスがいい、という説が一般的だな。真相は何なのか、めっちゃ気になるわ。また、セブンイレブンといえば、オレンジ、緑、赤のイメージカラーだが、これらの色が使われている理由も、正確な意味合いはわかっていないそうだ。そうだったの。通説では、オレンジは夜明けの空の色、緑は砂漠のオアシス、赤は夕方の空の色を表し、日の出から日没までお客様のオアシスになる店、という意味だそうだ。本当かはわからないけど、素敵な理由ね。そういえば、観光地に行った時、茶色いセブンイレブンを見たことがあるわ。場所によっては看板の色が違う店舗があるが、これは各地域の景観条例などに配慮したもので、一部の店舗では通常とは異なる看板を使用しているんだ。看板一つをとっても、いろんな工夫がされているのね。さすが世界を代表するコンビニだわ。ところが、最近のセブンイレブンでは、数々の不祥事があらわになっているんだ。一体何があったの？2022年1月5日セブンイレブンの店員が、賞味期限切れのおでんを販売していたことを、とある大物 YouTuber に内部告発したんだ。とある大物 YouTuber って？その YouTuber は生配信での告発や相談で有名な、コレコレさんだぜ。知ってる、芸能人の告発も取り上げたりする、超大物 YouTuber よね。一体どんな告発内容だったの？
コレコレさんは北海道のセブンイレブン店員から告発が来たとして、生放送で動画を流したんだ。どんな動画かしら？動画はおでん用の白滝と書かれたパッケージに、21年11月27日と賞味期限が記されていた。こんにゃくにも同じ賞味期限が書かれており、女性店員がパッケージを開けて水洗いしていた。その動画のどこが問題なの？問題は、動画が撮影された日が、2021年12月23日だということ。つまり、賞味期限が約1ヶ月過ぎた、おでんの材料を使用していたということなんだ。1ヶ月も。動画では、賞味期限が12月21日のがんもどきや、撮影日当日が期限のつくねも映っていた。これらの商品はタッパーに入れられたり、カウンターに置かれた販売用容器にも、映す様子が撮られていたんだ。じゃあ常習的に賞味期限切れのおでんが、使われていたということね。告発した店員は、店長の指示で、こうした商品を店で売っていたと説明。証拠を取って告発しようと、おでんの出し方を教えてもらうとの名目で、動画を撮ったと明かした。動画が作り物という可能性はないの？セブンイレブンを運営する、セブン&アイホールディングスの広報センターは、2022年1月6日、J キャストニュースの取材に対し、動画にあったのは札幌市内にある、セブンイレブン札幌北26条東21丁目で、一部賞味期限切れのおでんが、動画撮影日に販売されたと答えたんだ。じゃあ本当に賞味期限切れのおでんを、販売していたんだ。広報センターの話によると、お客様から午前中に動画について申し出を受け、社内で確認して店がわかりました。店のオーナーに確認したところ、事実関係を認めました。動画の撮影日に一部賞味期限切れのおでんを、カウンターで販売したということです。このオーナーは、賞味期限切れのおでんについて、使ってもいいよと、従業員に指示していました。店長が率先してそんなことしていたなんて、どうしてこんなことをしたのかしら？店がいつから賞味期限切れ商品を売っていたか、なぜこんなことをしていたのかの動機などは、調査中だとして明言を避けている。客からの健康被害の申し出については、2022年1月6日時点ではなかったようだ。健康を害したお客さんがいなかったのは、不幸中の幸いね。セブンイレブンは1月6日の夜中に、公式サイトで謝罪文を掲載。該当店舗についてはフランチャイズ契約解除など、厳正に対処するとし、全加盟店に対する注意喚起とともに、賞味期限切れの商品を販売していないか、一斉に調査を行ったんだ。YouTuber への告発が会社を動かすなんて、すごいわね。ただ、この事件の後にも他の店舗で、同じようなことが起きてしまったんだ。どういうこと？埼玉県杉戸町のセブンイレブン杉戸高野台店で、2023年11月下旬から消費期限などが切れた。中華まんやおでんが販売されていたと、2024年1月19日にメディアが報じたんだ。つい最近の話じゃない。さて保健所によると、昨年12月28日、店舗従業員から、期限切れの中華まんやおでんを使っている、と電話があり、年明けの1月4日、店舗オーナーと担当者が、期限切れの商品を販売した経緯を説明。当分の間、当該商品の販売を、自粛することなどを伝えたそうだ。今回も従業員の告発で発覚したのね。1月12日には抜き打ち検査を実施し、商品が適正に管理されていることを確認。保健所は、引き続き立ち入り検査をして、再発防止に向け指導していきたい、と、説明している。また、セブンイレブン広報は、再発防止に向けた注意喚起と、一層の品質管理体制の強化に努めつつ、本店舗についてはさらなる事実確認を進め、厳正なる対応を検討する、とコメントしている。発覚後はちゃんと管理していても、だんだんナーナーになるかもしれないものね。さらに、この店舗ではおでんだけじゃなく、消費期限や賞味期限が切れた中華まんも、販売していたことが明らかになったんだ。消費期限が切れてるのはやばいわね。期限切れの中華まんが販売されていた件も、セブン&アイホールディングスが事実関係を認め、全国の加盟店に対して、期限切れの商品の、廃棄の徹底などを注意喚起したそうだ。どうして賞味期限切れの商品を、そのまま販売するのかしら？加工食品の賞味期限が、もともと短めに設定されているのもあるが、表示通りの期限を守っていたら、フランチャイズ加盟店は利益が取れないんだ。1ヶ月の期限切れはやりすぎだが、多くの店舗でも1から2日煮込み続けるようなことは、普通にあるらしいぜ。それならいっそ、おでん販売なんてやめたらいいのに、
実際に、いくつかの店舗では、おでんを中止しているところもあるようなんだ。え、そうなの？一部のセブンイレブン店舗では、廃棄問題や人手不足、衛生面の懸念などから、おでんの販売を中止しているようだ。コンビニのおでん大好きだから、なくなるとショックだわ。おでんの中止は、顧客の利便性にも影響を与えるため、多くの検討と苦渋の選択があったと思うぜ。店としても集客が悪くなるから、やめたくはないのね。おでんを中止した店舗では大体の商品や、サービスを提供する努力をしているんだ。また、販売を継続している多くの店舗では、品質の維持に努めながら、新しい具材や季節限定の商品の提供など、工夫して販売し続けている。コンビニおでん大好きの私としては、なるべく長く販売し続けてほしいわね。ただ、セブンイレブンではおでん以外でも、販売された食品の不祥事があったんだ。おでん以外にも。セブンイレブンは2023年8月4日、埼玉県内で販売されたおにぎりに、ゴキブリが混入していたと発表した。ゴキブリ。ゴキブリが見つかったおにぎりは、梅香る混ぜ飯を結び紀州南高梅で、埼玉県内の工場で製造され、3日から4日にかけ、埼玉県内の約370店舗で販売されていた。ゴキブリ入りのおにぎりなんて嫌すぎる。どうしてそれがわかったのかしら？埼玉県内の店舗でこのおにぎりを購入した、2組の客から、ゴキブリが入っていた、と、申し出があったそうだ。2組ってことは、何匹か入ってたのかしら？考えただけで気持ち悪くなってきたわ。工場の同じラインで製造されたおにぎりは、直ちに撤去され、販売済みのものについては、自主回収を行った。セブンイレブンは、多大なご迷惑、ご不快な思いをおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。一層の品質管理を強化、徹底し、再発防止に努めてまいります。と、コメントしている。毎回同じ謝罪だけど、言葉だけじゃなくて、本当に再発防止してほしいわね。このように食品に関する不祥事が続いた2023年、セブンイレブンの業績は、営業益が 20% も減少してしまっている。まだ不幸が続くの、もうお払いに行った方がいいんじゃない？セブン&アイホールディングスが、2023年7月13日に発表した、2023年3から5月期連結決算は、営業利益が、前年同期比 20% 減の819億円だった。どうして営業利益が減ってしまったの？減益の理由は、歴史的に高水準だった、ガソリン価格の下落を受け、海外コンビニエンスストア事業が、大幅減益となったことが響いたようだ。反対に国内は新型コロちゃん後の経済再開で、人の流れが戻ったということもあり、セブンイレブンの客数は増えたんだ。国内の客足が増えても、海外が不調だと、こんなに影響が出てしまうのね。また、前期の業績を牽引した、北米を中心とする海外コンビニ事業の営業益は、52% 減の209億円だった。半減してるじゃない。サンドイッチやプライベートブランド品の拡充で、既存店の商品売上高は 4.7% 増えたが、利益の押し上げ要因だった、ガソリン価格の高騰が落ち着いてしまい、店舗で販売するガソリン価格の下落を受け、仕入れと販売の差額である粗利益は、前年同期からドルベースで 9% 減少した。海外だとコンビニでガソリンが売ってるなんて、知らなかったわ。5つの主要なセグメントのうち、2つが減益で3つが増益とまだら模様の中、業績を伸ばしたのが国内コンビニ事業だ。この事業の営業益は 8% 増の640億円だった。日本も物価上昇が続いていたのに、すごいわね。訪日外国人の回復で客数が増えたほか、特定の地域にちなんだ商品を販売する。地域フェアなどで、付加価値の高い商品が売れたことも要因だ。地域限定商品って、ついつい買いたくなっちゃうのよねー。客数と客単価が共に伸びたことで、セブンイレブンジャパンの既存店売上高は、4.9% 増えた。1店舗あたりの売上高は、68万2000円と、遡ることのできる2010年以降では、2012年以来の過去最高を更新したんだ。それなら、国内のセブンイレブンは、今後も好調になりそうね。今後のセブンイレブンはどうなっていくかしら？セブンイレブンの営業益は、今も好調のようだぜ。セブン&アイホールディングスが2024年1月11日に発表した2023年3から11月期の連結決算は営業利益が前年同期比 4% 増の4100億円と過去最高益となったんだ。すごいじゃない、絶好調ね。
訪日外国人を中心とした人流回復で客数が増え、国内コンビニ需要が伸びたことが要因だ。同日に米国でコンビニ店舗を追加取得すると発表。成長余地のある海外事業も強化するようだ。インバウンドはコンビニにとって、いい影響をもたらすみたいね。国内では猛暑を含め全国で暖かい日が続き、飲料やアイスクリームが売れたのも要因らしい。確かに、去年の夏はずっと暑くて、アイス食べまくってたわ。さらに、海外コンビニ事業も、増益を確保したようだ。そうなの？ガソリンの価格が下がって、売り上げが落ちてたのにどうしたのかしら？ガソリンスタンド併設店が多い北米では、ホットドッグなどの独自商品拡充で、既存店の商品売上高が 1.9% 増え、商品粗利率の改善や円安進行もプラスとなった。ガソリン価格の下落による粗利益の下落を、補ったような形だ。国内も海外も、商品開発の工夫が、売上に貢献しているようね。ただ、コンビニ事業の好調に比べて、構造改革中の総合スーパーである。イトーヨーカドーは苦戦が続いているようなんだ。イトーヨーカドーも今は、セブン&アイホールディングス傘下だったわね。イトーヨーカドーは、既存店売上高のマイナスが目立つほか、黒字転換に向けた先行投資などの影響で、2023年3から11月期の営業損益は70億円の赤字。セブン&アイホールディングスは現在、営業益の9割以上セブンイレブンが担っているんだ。そうなんだ。それならなおのこと、セブンイレブンの衛生管理は徹底しないとね。ああ、これからも世界を代表とするコンビニとして、安全で美味しい商品を、たくさん販売してほしいぜ。みんなはセブンイレブンについてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。